レティスクアマグキの器具が鞘に包まれる。ケラトスティリスセラトスタイリスは卵化植物の一つ。茎は短く束生し、先端に葉を一枚ずつ生じる。多年生の双本で着生植物。捕服する茎の角節から短い茎を生じ、この茎が束製状になる。この茎には褐色の幼少が数枚巻くようにつく。この茎の先端には一枚だけ葉をつける。 葉は細長く、多肉質で、洋上のものから、棒状のものまである。花は短い茎から蜜に生じ、短い花茎の先端に一つないし、少数を生じる。学辺と、側下辺はほぼ同型で、側学辺の基部は、水中基部と共に、メンタムを作る。新弁は、水中基部について、基部では、幅狭く、先端はやや広がるが三列はしない。 随中の側面には中東を包むように板状の流起が2個ある。学名は核のある渦中を意味し、この構造に基づく。東南アジアを中心にして、インドからフィリピン、それに南太平洋の島々まで分布する。多くは樹状に着生する。約70種が知られる。洋蘭として栽培されるものもあるが、普及しているものはごく少ない。そんな中で、 レティスクアマ、ルブラは、花が、種赤色の星型で、栽培しやすい、洋卵として知られる。ヘゴイ板などにつけて栽培されることも多い。以下、種として、唐沢監修 P124 横田 P197 岡田 P150、ガーデンライフ編 P185。ありがとうございます。